皆さんはブックオフで古本を売ったことありますでしょうか？僕はですね、ブックオフにちょっと思い入れがあって、上京する前地元岐阜に住んでたんですけど、岐阜のところにブックオフがあったんですよ。普通じゃねって思うかもしれないですけど、これ結構普通じゃなくって、岐阜の中でも割とその田舎の方に住んでたので、なかなかそういう商業施設みたいな、遊ぶところ、ゲームセンターみたいなところないんですよ。だから大体みんなね、バイトする場所かぶっちゃうとか、そういうぐらいだったんですね。ブックオフでバイトしようとかも考えたことあります。まあ田舎の人とかだとよくね、タバコの喫煙年齢が早いとかも言いますけども、まあ、やることはありますよ。やることはあるんですけど、やっぱどうしてもね、東京とかに比べるとそういうのはあります。そんなブックオフ、僕もその小学校の時からねずっと愛用してました。今そのブックオフ経営難で潰れてしまいました。やっぱりね、結構時間があるとね、ブックオフ立ち読みしたりするんですけども、今回それどれだけ見てるのか、どれだけちゃんと見てるのかっていうのを検証したいと思います。今回はですね、こちら、はい、ここにありますね。ここの棚の中、これほぼ新品と言っても過言ではございません。僕一回読んで、それ以降は誰か読んだりとかそういうことがほぼないんで、ほぼほぼこれ新品でございます。そして一番最新刊が、20巻かな、今回、はい、こちらを使います。 Amazon でいうほぼ新品、まあ、新品と言っても過言ではないというぐらいのこの本なんですけども、進撃の巨人なんでね、割と需要はあると思います。普通にやってもしょうがないんで、今回ですね、あの落書きをねしたいと思います、この中に。まあ当然ね、そんなことしてやったら確実に売れませんよね。ボールペンで、書いちゃいます。本当はね、やりたくないけどね、やります。すっごいもったいない気はするけど、まあ、自分で買い取れば問題ないでしょう。さすがにこれは気づいてほしい。出張買い取る受付中、ぜひご利用ください。無料ってことで。大丈夫か、あれ。はい、お願いします。はい、これお願いします。こちらで、可愛い書書をお持ちください。はい、相手にすいません、10円になってしまいますけど。どういうあれなんですかね。市場価格とかにもよるので、本部で設定されちゃってるんですよ。あとうちの在庫量とかにもよるんですけども、進撃はちょっと今お安くなっちゃってる感じです、ね、結構あるんですね。そうですね、中身見てとかはないんですかね、はい、そうですね、状態とか。コミックなので、もうこの進撃の20巻はっていうアイテムで店頭に並ぶんですか。そうですね、並びますね。はい、わかりました、はい、じゃあ10円で大丈夫です。大丈夫ですか、はい。